おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン。あ、ちょっとね、寒くなってきたので暖を取らせてもらってます。本日はショパンの船歌っていう曲があるんですけども、この曲を最近勉強を始めて、ちょっと譜読み段階ですと。で、譜読み段階がもう少しで終わりそうっていう感じで、まあ練習をしていってます。その報告です。まず船歌なんですけども、バルカローレはこの船歌がショパンが唯一残した一つの作品です。で、精神的に追い込まれてて、で、もう最高に美しい音楽に達成された時の一応音楽です。僕ね、この曲ずっと弾きたかったんですけども、まあなんかちょっと今の僕にはね、まだまだ無理だなと。やっぱ苦しみをもっともっと味わわないと僕には出せないんだろうなとずっと思ってて避けてました。まあなかなかピアノのね、高校生とかの時憧れてた曲だったので先生に習いたいって言っても、君にはまだ早いとか言われたような曲でした。で、まあ最近僕ちょっとこの曲ずっとやりたいなと思ってて、ピアニスト活動してて演奏会とかでまあいろんな曲を弾き始めてるんですけども、まあ将来的にね、この曲とかもね、演奏会で持ってきたらいいなとか思ってて、自分の人生が変わるにつれて多分音楽も変わってくるから、まあ勉強しようということで、最近始めました。では、まあどんな風に勉強してるかって言うと、まずは譜読みですね。で、まあその前の段階で音楽をある程度ね、聴いて構成とかを理解して、で、そっからまあ勉強に入っていくと。構成を理解するのも勉強って言ったら勉強なんですけども、まあずっと、イメージをして、そっから譜読みを始めて、で、今ですね。で、あともうちょっとしたら、譜読みが終わったら、引き込み段階っていう段階に入って、で、引き込み段階が終わると、披露段階、人前でね、引き出して、人前に引くことによって、わかることもあるだろうから、さらにさらにまあ勉強を一生重ねていくと、いうことです。まあね、もうすごいなんか悲しい雰囲気なんですよね、その、音楽自体が。だけど、ふとした時に現れるショパンのその気持ちみたいなのはね、まあ結構詰まってるんじゃないかなっていう感じの船歌です。まあまあまあ。じゃあやっていこうと思います。で、最初がね、やっぱ難しいんですよね、一番。よく言われてるのが、その出だしが難しいってね、言われてたそうです。まあ僕もまだその難しいとかそういう段階じゃないんですよ、まだ。まだね、まだその引き込み段階の前だから。途中途中多分詰まると思うけど、許してください。
はい、というわけで今こんな感じですね。ね、最後のね、ピューモストのところからちょっとね、まだ全然できてないですね、練習が。まあでもなんかちょっと少しずつ形になり始めてきたんじゃないかなと。さらにちょっと細かくちょっと一度ね、音を読み直さないといけないかなと自分でも思ってますね。ちょっとね、もしかしたら適当に音間違いしてる可能性があるんで、やっぱこういう時にね、指使いとかも難しいんですよ。フレーズが、今は、こうなってるけど、この一フレーズでいけるようにする練習とか、まあこれがいわゆる爪の作業ですよね。練習すればするほどやっぱ上手になるけどね、楽しい。ピアノってその楽しさはね、やっぱあるよね。じゃけん、やっぱり一人でずっと打ち込めるものっていうのはすごい楽しいです。はい、ってな感じですね。次会うときはさらに上達してます。皆さんも一緒に練習していきましょう。まあこういうね、有名まではいかないと。まあそのクラシック界では有名な曲なんですけども、まあ、英雄ポロネーズみたいな感じのね、有名な感じではないので、まあ少しね、こういうちょっとね、ちょっとしたクラシックのいい曲も知ってもらえたらなと思ってます。ぜひ、これからもね、僕の成長を待っとってください。そして、いい船音を届けられたらなと思います。というわけでね、ここまで見てくれてありがとうございます。そしたら、最後に、じゃんけんいきましょう。最初は、ムキムキ、じゃんけん。